初めてのエレキギター用アンプを買っちゃうぞ。あアイドルグループレイの片山しずくです。月海真央です。先日私は人生初のエレキギターを池渋さんで購入しました。イエーイ。そしてですね、今日は初めてエレキギター用アンプをこちら池渋アンプステーションで購入したいと思います。ギターの先輩である真央にやっていてもらいました。今日購入するアンプもいろんな種類があるし、いろんなメーカーがあるので、今日はそのお手伝いをできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このたくさんあるアンプの中からお気に入りの1点を探そうと思います。たくさんあるアンプの種類や特徴を知ってみようというコーナーです。では早速、池渋スタッフの方をお呼びしましょう。アンプステーションの小林さんです。ありがとうございます。はい、池渋アンプステーションの小林です。はい、エレキギターを買ったんですが、はい、今日はアンプを購入したいと思ってるんですが、はい、そもそもアンプって何で必要なんですか？はい、いい質問ですね。アンプがないと何が大変かっていうと、音量がやっぱり稼げないんですよね。このエレキだってそうですね。これだけだと喋りながら弾けちゃうぐらいなんですけど、はい、アンプがあるとこんな感じで音を大きくできるので、はい、やっぱこれをステージで使おうとしたらもっと大きい音が必要なので、まあ、それでいろんなジャンルを作るのにね、いっぱいこういろんなのを試してみんな探してる感じですね、はい、このみんなが思ってるエレキギターの音ってアンプを通してじゃないと聞けないもんね。確かに私の印象もこのアンプを通しての音だったので、ね、はい、なんでいろいろ見てみたいです。早速なんですけれども、今日のご予算って決まってますか？全体的な予算が10万円くらい で先日ギターを5万円くらいで買ったので、アンプとかエフェクター、あとその他必要なもの合わせてあと5万円で抑えたいなっていう感じです。5万円ですね。はい、分かりました。じゃあだいたいアンプ2万円から3万円ぐらいで見ていくのがいいかなと思うので、ちなみにご自宅用、要は家の練習用なのか、それとも、まあ、外に持ってったりとか人にこう聞かせるためのアンプにしようなのかっていうのは決まってますか？はい、家で練習するようでお願いします。分かりました。ちなみに、アンプメーカーで知ってるメーカーってありますか、お二人とも？フェンダーとか、はい、ボスとかマーシャルとか結構有名ですね。マーシャルはスタジオ入った時に見たことが私もあります。でも音の違いとかが全くわからないので、はい、そうですね。お二人とも、まあ、ステージ立たれてるので、まあ、アンプの音は多少こう聞いたことがあるかなと思うんですけど、まあ、どういう音が鳴ってて、あ、これがマーシャルの音かっていうのはまだわからないところだと思うので、まあ、そちらも考慮しながらちょっと紹介できればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、たくさん見てまいりましたが、はい、気になるのありましたか？ありました。ブラックスターと、はい、ポジティブグリッド、はい、とヤマハと、うん、ボスの刀、刀ミニ、はい、はい、この4つじゃ用意しますので、はい、お待ちください。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは実際にアンプを使って弾いてみよう。おー、ではこちらですね、先日購入いただいたギターでお願いします。はい、ではまずはボスですね、刀ミニの方ですね。こちらで、クリーンサウンドとドライブのサウンドをちょっと2種類僕が調節しますので、それでなんとなく弾いてもらって、まずじゃあクリーンの方ですね。すごい大きい音が出ます。大きい音が出ますね、はいはい、じゃあ次ドライブサウンドをちょっと、はい、すごい歪んでる歪んでる。あ、すごいです。この音が好きです。おー、歪んでる方が好きなんだ。ロックといえば、ですね。こちらのアンプの特徴なんですけど、今鳴らしてたドライブサウンドがブラウンって書いてある、なんかこう聞き覚えのない、ブラウンサウンドっていうと、こう結構ハードロックの方がわーって言いながら鳴らすような音なんですけど、そういうのがこう入ってるタイプなんですよね。あとそのディレイ、さっきちょっとこうエコーがかかってたような感じがしたと思うんですけど、はい、これも、まあ、2つのつまみで簡単にこう設定ができるので、うん、こう家で飽きずに盛り上がれるというか、はい、そういうアンプになってます。はい、次はブラックスターのフライ3チャージになりますね。これは電源がいらないのでそのまま音が鳴ります。じゃあさっきと同じようにクリーンからちょっと鳴らしてもらって、はい、結構違うんだ ね、 ね。でも原稿化ができないね。でもなんかはっきりしてる気がする。あ、歪みも鳴らしてみましょうか。はい、こんな感じでどうでしょう。すごい、あ、すごい。お、どっちの方が好き？さっきの音って感じだよね。さっきのとどっち？歪みの音はさっきの方やかな、うん、そうですね。ドライブはさっきの刀ミニの方が強いです。うん、はい、こっちの方はもっとオーバードライブっていうぐらいで、うん、さっき弾いたのはディストーションと呼ばれるようなサウンド感なんですけど、フライ3が面白いのが、まあ、さっきの刀と一緒でエコーがかけられるっていうのが1個あるのと、うん、あとは、音色がですね、 EQ イコライザーのつまみが1個ついてるんですけど、はい、これでキャラクターチェンジができるっていうところなんですよね、うん、イギリスの、まあ、マーシャルとかああいう感じのいい音と、あとアメリカの、まあ、サウンドの方をこうキャラクターを行き来できるような仕組みになってるので、うん、これがなんか弾きたい曲があった時にそのジャンルっぽくこう調整ができるっていうのがいいところですね。面白いと思います。はい、続きましてはポジティブグリッドのスパークミニですね、はい、これ白ですよ、うん、はい、めちゃくちゃインテリアとしてもいい感じのおしゃれな、かわいい、丸みを帯びたデザインが個人的に何でも好きなのでギターもそうですよね、はい、そういう感じでアプリがありまして、うん、すごい、こうやってねアンプとかエフェクターとかがこういっぱい入ってて、はい、それをこういじっていくんですけど、ちょっと今シンプルなクリーンを作ってみたので、はい、これで一度鳴らしてみていただけないかと。はい、難しい、なんか、うん、いろんな広い範囲から聞こえるような気がしました。なんとなく広がりが出てるって感じですかね、はい、ステレオのスピーカーになってるので、うん、音がこう広がる感じで聞こえるんですよ、うん、やっぱ広がってくれると家の中でもなんか広い空間で弾いてるみたいに感じるし、うん、
あとは音楽を Bluetooth で流した時も、はい、あのステレオでちゃんと鳴ってくれるので音がこう見やすいんですよね。聞き分けがしやすいっていうのがすごくいいですよね。で今度歪みなんですけど、はい、あのちょっと調整するんで、はい、どうでした？なんかさっきのと同じ歪みな感じがしたんですけど、なんかさっきの方が下から響く感じがあって、こっちやっぱりなんかこういう、あ、確かにこういう感じがしました。そうですね、やっぱりその、ステレオのスピーカーにしてる分スピーカー自体は少し小さいんですよ。うん、だからスピーカーが大きいとその低域がこうね、あの部屋中を回るというか、そうするとやっぱりうるさく感じちゃって音量下げないとっていう時にもなったりするんで、まあ、そういうところで見るとお家用としてはすごくぴったりな仕様になってますね。綺麗な音がすごい綺麗、そうですね、バリエーションがすごくたくさんあるので、ちょっとまあ今2つしかまだ鳴らしてないんですけど、はい、はい、39種類アンプが入ってますね。1台で何個のアンプも試せるので、はい、試すだけ試して、で、まあ、そのうちここに載ってるアンプを実際に試したいとか、そういう風な感覚で使ってもらうのがいいのかなと、はい、でもこれ1台あったらいろんなの弾けるよね。すごい便利な、便利、楽しそう、いろいろ弾けて、はい、4機種目です、はい、今度はヤマハの THR-10-2 ですね。こちらでさっき僕の方でクリーンのサウンドを作ったので、はい、行ってみてください。出ます。おお、なんかポップな気がする。うん、クリーンの音だとこれが一番いい音だなと思いました。そうですね、やっぱりこのサイズも少し大きくなってくるので、ステレオの、スピーカーの、位置だったりとかですね、スピーカーのサイズも結構余裕のある音なんですよね。クリーンサウンドって余裕があった方がこうなんか透明感が出てくるので、でこうギュッと詰まってる音、スピーカーがちっちゃいとか、はい、サイズがちっちゃい、音量がちっちゃいとかだと少しこう音が甘くなりやすいんですよね。まあ、それもあってクリーンが綺麗だというところになってるのかなと思います。あとじゃあ歪みを、ハイゲインですね、こんな感じでどうでしょうか。はい、あ、すごい、すごい、かっこいいね。かっこいい音する、めっちゃ、ですね、これもアンプの種類がですね、最大でギターのアンプで15種類ですね。他にもベースとかはい、アコースティックとかあるんですけど、スマホのアプリ使っていただくとそれの切り替えができて最大で15種類作れるようになってますので、やっぱりそのアプリがあるのですごい便利に作ってはいるんですけど、あくまでここである程度完結するようにつまみの配置だったりとか、あとはプリセットの、保存ですね、こういうのもできるようになっていたり、エフェクトもちょっとここでいじれるようになってたりするので、まあこういうところはかなりこう便利かなっていうので、はい、見た目もすごい可愛い、めっちゃ可愛い、なんかアナログ感があって、なんかラジオ聴けそうな感じがあって、かわいいなと思います。そうですね、はい、このライトとか、はい、あとオレンジに光ってますので、はい、これ常に光ってるんですか？電源が入ってる時は、すごい。ところで、はい、大きいアンプ弾いたことありますか？私はないです。弾いてみますか？え、いいんですか？はい、セッティングしましょう。すごい大きい。しかもあれだ、つまみがたくさんある。あ、本当だ。マーシャルの JVM シリーズのこちらがですね、410ヘッドですね。
ちょっともうステージで使うべくアンプなので、すごい真空管が入ってるアンプなんですけど、まあ、ガラスの管がこうたくさん入ってまして、だからちょっとこう起動するのに少し温めないといけないので、はい、で電源を入れてから少しスタンバイ、はい、ちょっとでかい音が鳴りそうなんでスタジオでさ大きい音で鳴らすとめっちゃ気持ちいい、すごい、いつもスタジオで行っても、ね、うん、確かに使ったことはないからすごい楽しく、はい、そうそういいかな、弾いちゃってみますか、はい、はい初音すごい。すごい。すごい。音圧が。音圧が上がってきたね。これでさっき の、 あのドライブチャンネルの一番ドライブが強いモード、はい、もうすでにすごい音がしてるんですけど、はい、様子見ながら音量上げるので。はい、すごい。すごい。やっぱりさ、こう大きいさアンプで弾くとさ気持ちいいよね。気持ちいい。なんかステージにいるみたいな気持ちになる、うん、私も弾きたい、はい、お願いします。いいんですか。素直ですねやった。クリーン、クリーンの方で。いいね。なんかどこから音が鳴ってるのかわからない大きい、すごい広範囲に渡って大きい。楽しいね、やっぱりギターはですね。このスピーカーが4つ入ってまして、こう前にも飛ぶんですけど、はい、やっぱりね大きい音なんで後ろにも飛んでたりとかして、はい、それが部屋を回ってこう聞こえてくるので、それがそのなんかライブ会場のすごい感じが出たりとかっていうので、非常に気持ちいい音になってますね、はい、うん、ドライブは弾きます。ちょっと弾いてみていいですかすごっじゃあ行きます。行きます。どうぞ。おー、全然違う、さっきとね、めっちゃ音圧がすごい。なんて、じゃあもう一回、もう一回、もう一回ありがとうございます、はい、じゃあしずくちゃん、いくつかアンプを弾いてみたけど決まった？ちょっとどれもいいところがあってすごい迷ったけど、私が選んだアンプはこちらのヤマハのアンプです。おー、どういうところが良かったかというと、このクリーンの音がポップで私好みだったというところと、あとこのつまみを実際にあのいじって調節できるところがいいなと思って、あとは形もアナログ感があって私好みだったのでこちらを選びました。しずくちゃん、今日はいいアンプ見つかってよかったね。よかった。アンプのこと全然わからなかったけど、小林さんにいろいろ紹介していただいて、アンプにもこんなに違いがあるんだと思いました。そしてお気に入りのものを選べてよかったです。小林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。気に入ったアンプが選べてよかったです、はい、ありがとうございます、はい、次はあのエフェクターを一緒に選びましょう、はい、ありがとうございます、はい、ギターとアンプが揃ったので、次回はいよいよ最終回、ケシブアンプステーションでまたエフェクターを選ばせていただきたいと思います。
バイバーイ。バイバーイ。